どうも皆さん、おはこんばんにちは。オットジャーです。はい、カッパのオットイチです。はい、仁王ガシャドクロ戦、はい、お見せしていきたいと思います。はい、まあ皆さんご存知ね。はい、先、その先を先に見せたってことは、はい、まあやってるわ、ね、やってますね。はい、はい、まあ私、まあ余裕じゃないですか。じゃあちょっとお見せしましょうか。サクッとやってください。まあやっちゃいますよって言って負けたらこれちょっと恥ずかしい。普通にラクミーとかなったらちょっとこれだって、うん、これノーラクメでしたからね。まあね、おついさん見届けたかもね、はい、あなたは私がラクメしたかしてないかよくはっきりと覚えてるらしいですけど、はい、確かにここでは私はラクメしていなかった、していませんからね。すごい途中苦戦はしてた気がするけど、うん、まあまあじゃあ見せてもらいましょうかね。はい、たくさんあるんだよね。ガオアイアイアイ、うわー、おいおー、よけるね。いいですよ、いいですよ、はい、いいですよ、ムクロウさん。おい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 、はい、もうドンとやっていただいて、その方をドンとやっていただいて、まずまずまず、そうすると僕は楽名って言えるんで、ほいほいほい。さあ、スタミナがないぞ。あ、話的にはね、ケリーが石田三成こうそそのかして、あともうちょっとあればガシャドクロちょっと呼べるんだけど、呼べるけどどうするって言ったら、うん、捧げるっていう捧げちゃったね。ほっほっほっ、ということで今ガシャドクロがね出てますけど、天海さんどうも。あ、天海ですね。安心とご無事で何より、ムクロの巨人共に現れし、くさびかの力で一体は改まに偏っております。これをお持ちくださいませ。お、来ましたね、来ましたね。これをくさびを、あのでかいやつですね、そう、埋めなくちゃいけないんですよ。さあ、来いや。さあ、シグルイが自動的に出てくるぞ。もうここはもう大変なことになってますね。地獄でございますからね。地獄でございますからね、おお、いいよけじゃないか。もう琵琶とかいらないで、もう中段か。ほっ、シグルイが出まくる。あー、いった、あった、ヤズメ、重鎧だ。あー、ひるまないんですな、その月か。そう、重鎧ね、シグルイで出てくるとすごいね、大変なのよね。おっと、あーだー、おっと、落命するか、落命する。なんかさ、あれ、ラよっしょ、おらー、あ、芯くっつくな、こいつ、おら、おら、ブン、よし、あれ、まあ、弾薬上に装備しちゃった。弾薬はどれか一緒。ちょっと、あぶねーわ。あなた、まあいいんですけどね、僕はその方が、そうかい、勝手に落命してくれますからね、おい、はい、で、最後、あ、ドン来ないの。はい、ドンは来ない。あー、もう今、膝に、おい、そうね、膝に当たってる。おい、あー、倒れてしまった。終わりだ、情けない。誰かこいつを落命させるやつはおらんのか。こっちは多分、あ、うん、元に戻る、うん、さてさて、あ、奥でいますね、いますね、暴れてますね、まあ、あら、おい、よし、なんでそうだって上を倒したんですか。じゃあ倒さないとめんどくさい。いや、もうもう同時に相手してた。あ、もう同時、もうそこも同時、二刀だな。おっ、重要じゃない時点で私の勝ちだ。おら、ドン、いった。いや、そうでもないんじゃないの、これいいんじゃない。まずはお前だ。おっ、二刀さん、どん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 、はい、二刀してくれ、やってください。はい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 、コントか。おばっかなのか、君は。おろ、ちょっともう横に回るとこあるでしょ、二刀さんよ、はい、もう、あ、そこそこ、いいよ、いいよ、いいよ、素晴らしい、素晴らしい、はいはいはい、あ、まっ、絡め飛び、よるれ、残念、敵ではない。ああ、回復じゃ。ああ、やばいな、思い出さない、今のうちだったと思ったんだけどな。いて、はいよ、何、これ銃じゃねえですか。いや、いや、頭だけ銃か、敵ではないな。おい、あらー、よいしょ、さっきの人よりも、いい、情けない、
行くぞ。はい。放て。当たんのかよ。当たった当たった当たってる当たってる。確かに。あ、気づいたよ。ちょっとなね、気づいたけど。違うよね、それ違う。いや、いいんじゃない。危ない危ない危ない。安心殿。もうここで隠れれば。ほら、素晴らしいですね。まあ、分かってるからな。あれ最初に痛いけどね。あれを食らってる状態でね、あれと戦うのはね、そうそうよろしくない。あの床屋張っちゃうからね、あのそこ一帯にね。すごいね。あのガシャドクロが撃つ波動玉みたいのをこれ防げるんだね、これね。そうだね。半蔵殿。割とまあガシャドクロの鼻水みたいな感じなんじゃないですか、ね。そうなのあれ。こうね、片手出せない。つってやってね。すごいけど。危ねえ。おお、いや惜しい。ああ惜しい。さあ、角を降りたい。角を降りたい。折れないね。折れないっすね。上段の構え。オーケー。はいはい。よし折れた。なんか俺当た。当たってますよ、下からいいのが当たってます。よしトゥン、よっしゃ、98いこうか。はい、トントン、トントン、やるの我が槍の赤鬼だね。最後が当たればいい。はい、どう、よいしょ、よいしょ、まだ、OK、もうね、これね。なんですか、赤鬼素晴らしいじゃないですか。これは、お、クリスタルをね、はいはい、こちらです。はい、くさびをくさびってください。いて、打ち込むぞ。はい、打ち込んで浄化する。さあ、そうするとここにいるだけで私の能力アップですから。あは、やめて。安心殿、はあ、やめなさい。いや、ね、ああ、ワニュードいる。いいよ、お前こっち来い、こっち来い、ワニュード。お、あ、もう弱点。おお、いいよ。スタミナもないよ、それ。あれあ、この人はあろう、ほっ、ああ、普通に使うの、そこ。ほう、普通に使っていったぞ、おい。私が落命することはあってはない。ああ、打ち込む。はい、はい、ドン。いった。さあ、ここは出るぞ。あおー、よろしくない。はい、スタミナない。あ、危ね。はい、スタミナがない。後ろにどんどん逃げましょう。よし、後ろに逃げてください。はーい、もうちょい後ろに逃げた方がいいんじゃないですか。あぶない危ない。いいんですか、そんなところ。くっくっ、よっしゃ。あー、痛い。あー、いいですね。そこいると危ないから、もうちょっとこう後ろの方とかに行った方がいいんじゃないですか。うるさいやつだな。さっきが嫌が凍ってますな。はい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 、よし、倒して飲んで、あ、弓か。よっしゃ、はい、あ、もうそっちの方に行ってくれればよかったんですけど、ノーストーンで、あやってしまいなさい。音量器、音量器強い。あ、いった。その下手にこう連続で食らっちゃうと俺死んじゃうからさ。いいんですよ、それで。あ、いった。みんなまあそれを望んでるわけですから。恐ろしい、ええ、皆さんが期待しておりますから。ほっ、さあ一気に決めに来る。ああ、もう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 いいですね。一気に決めに来ましたね。ほっちょっ、
あは？さあ切れるぞ。切れないか。まだ切れないか。さあどんどん切っていく。どんどんやっていく。よし。続いてるぞ。続いてるね。フィーバータイムだよ。先に倒そう。つくもフィーバー。つくもフィーバー。後ろから。さすがにね。あ、切れた。終了しました。さあ来いよ。お前が投げてきた時、私が絡めとる。ただあれはね、そうぐんぐん振り回しないと重い方ね。はい、ダンマさあ、避ける。さあ、ガシャドクロ、ガシャドクロ、ちょっとこっち見て、へ右見て、右でやってるから、ちょっと応援してあげて。よし。あら、よし、まずはたぶんのもんですかね。おっとん、ガシャドクロ気づいてない、あの人。はい、なかなか、危ない。さあ2体、いいよ、いいよ、やっちゃいなさい。はい、はい、後ろから、はい、後ろから生やそう。はい、はい、あ、スタミナがいいよ。よし、ワンコンボ強い、ね、止まれ。君が強い、もう全部脱げ、やっぱり重装備、あんた、デメリット的な話するんだから。いやいや、もう男はふんどしよ。そうなの？うん、やっぱりだから途中からやっぱふんどし締めてるし。まあな。はい、ウィリアムさん。あ、そうか、復活するのか。復活しますよ。あ、自らそう、復活の道へと。ほっ、よし、で、おう、あは、開いた。我が剣のサビとなれ。お、刀に持ち帰る。はい、OK。 あー、新しいの出てくるね。出てきますね。出て、出て、来ましたね。来たね、あ、来た。ノブシか、山伏飛びだ。見えるぞ、私のやつが。どこ行くんだ。ほっ、あ、な、軌道は読めるけど、行動は読めない。ほっ、お、お、何が起きたのって感じだけどね。そこおぼろする。やるね。ほら、もう一回投げておいで。はい。なんだかな。なんだかね。なんだかな、それ。なんかもう俺すごいね、槍に筒にいろいろと持ってるって感じだね。もう重装備だよ。よーし、打ち込め。あー、いいよ、はい、素晴らしい。貴様、ただのバス。いいよ、体力ないよ、あいつ。ほっ、あ、いいよ。と、あ、いいよ。ラクメ、ラクメして。よいしょ。なんかもう、ただの俺が期待値を上げてるだけになってる。いやいや、つって。凡人ども、巨人に込められし魂を我が女性に除外いたしました。頼むぞ、天下。しかし、動きを完全に止めてはなりません。止めてください。私と半蔵殿でお助けいたしますので、どうか。どうか、わかった。いざ、後ろにマニュードいましたけど、倒さないですか。なんだ。はい、あ、普通にいった。はぁ、さあ、ガシャドクロ戦です。ほっ、よし、わじゃ。さあ、足を切っていく。くるぶしを、ま、治療、治療していく。気をつけて。あん、結構ね、最初の時はどこを攻撃していいのか、そう、分かんなくてさ、苦労してましたけどね。だいぶ時間かかった気がします。うん、かかってましたね。まあ硬いからね、こいつ自体がね。ね。あいた。まあでもガシャドクロはね、あなたは結構別のやつでもガシャドクロ戦ってるから。そうだね。ガシャドクロって言ってやっぱりね。ええ。あいた。でもね、ガシャドクロ自体ね、あの妖怪としてはかなり若い方で。あ、そうなの？あのガシャドクロが出てきたのが、あの1970年代ぐらい。めっちゃ若いじゃん。
それまではまああまりよく分かってねえみたいなね、名前すらなかったマジで、はい、70年代ぐらいになってからこう雑誌とかでこうガシャドクロっていう名前が出始めて、ようやくこうで水木しげるさんのね、うん、あのガシャドクロとかも流行ったんで広まったんですけど、名前が決まった妖怪としてはかなりお若い、お若いね、お若い、そいつは若い、はい、妖怪なんですよね。さあ言ってる間に君、そういえばさりげないけど今サクッとこう頭攻撃してたね。え、何が？君最初の僕は覚えてるよ、君、うん、最初頭弱点なの知らなかったね。全然わかんないほんほっ先行ってはい、よし、何やってるんですか？何がですか？そのままコアラドを攻撃してくれてもいいと思うんですけど。いやいやいや、そんなことするバカなんかいないだろお前だよ。ほわー、あー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 、かわいそうに、あー頭のハムリタがハゲちゃうよそれ。取れろ、ダメだよそれ、ハムリタでちょっとこう増してるんだから、そういうところこうやってあげないであげてよ。そう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 、いいですよいいですよ、そうそうそう、そこで、つえさん、あの時と同じだぜ、この流れは。そんなバカな、つえさん、俺には食らわねえんだよ、あれ。いったん、おかしいわ。いや、1回目もおかしかったけどね、まあ、ね、1回目はあのつくもぼきでもねえのにスルって受けたからな、あれ。およし、あれは未だに納得できないよ。納得できないね、これあれかい。そういえば俺、チドンフ、なんかあんまり効果を感じたと思う。ブワーン、チドンフ、効くと思うよ。だから、あの頭が落ちてきたらこう、チドフ使ってあげれば多分効くんじゃないかな。そんな気がするから使ってみようかな。お、当てやがった。それは上の段、上の段、危ない。いや、惜しい開いた、いや、あ、やばい、あ、あ、いいよ、もう違うんだよ、あの人はもう一個しか、もう一個しかない。大筒、大筒ぶっ放しちゃった。痛い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 。さあ、回復がだいぶ切れてきたけど、うおい、そんな痛くない、あれは連続で食らうと死ぬ。いや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 、おかしいよねなんで胴体に当たってるのがなんで見えなくなるの、あれおかしいよ。心の目を今塞いでやった。なるほど、ガシャの頃の心の目を塞いでやったから。まあまあ、もともとね、ドクロだからね。ああ、目ないんですけどもね、これね。さあ、早く、そう、手がね、手をね、うん、手を打った方がいいかな。あ、来るから、あ、来んない、来んないね。まあ、ここら辺か。そうね、もうちょっとこう、もそっと近づけと。はい、よっしゃ、あばーん、レーザーおらー、オーケーおんって、おら、どうぞ、今すぐ入った、おら、自動っぺ、おら、え、嘘、あー、確かにこれ遅えわ。あれ、上嘘でしょ。あー、よし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 、素晴らしい素晴らしい。いや、もう そんなところ使ったところで、使ったところで、あれ、いや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 、そこそこそこは、よしよしよし、いいよいいよ、つ、おら、うわ、地味に地味に攻撃し始めたこの人もはや足だけでこう勝とうとしてる。よし、ほら、意外とこういうとこが痛い。あ、あ、あ、怖い怖い、踏み潰されちゃうぜ、やつめ。さあ、最後はやはりこの人足に頼るんだね、この人はね。思うだろう、うん、
この俺がそんなせこい勝ち方すると思ってるのか。思う。決めるときは決めるぜ。ああ、なるほど。決めてくれ。さあ、こっちを向け、風の頃終わりだ。どう、あ、いいよ。かお、あ、倒した。大筒、あ、軽く。やりましたぞ。やりました、ね、天海殿、服部殿。我が大筒の前に敵は普通に倒しやがった。まあ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 しょうがないですね、これはね。前回は結構戦い方をね、知らない時は本当辛かったね。まあでも、あの時間かかっただけでね、割と危なくなかったからね。やっぱりここ、こいつマジ、こいつマジ、本当によっしゃ。あ、こいつが鬼王ですから、あの重複してやってください、本当。展開さんね、本当にもう服部さんもお願いしますよ、本当に。はい、ということで、はい、今回の仁王はここまで。はい、次回から続きをお楽しみください。ほんじゃまたな。またねー。